こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。だキスキルリラを使って、大黒天に挑戦してみたいと思います。そうなんですよ、私なんとキスキルリラにですね、神殿1回行きましたところ、一撃失神の力特急がつきましてですね、なかなか悪くないんじゃないかなっていう状況になってます。これで左上に入りたい。あー、いい感じだった。無念。まあでもなんとかなるかな。結構ね、いろんなこれ技がありますよ、技。ザコだ。あー、ちょっと待って、そっちのザコじゃない、そっちじゃないよ、そっちじゃないんだ実はね。次でどうぞ。しょうがない、回復オーバーですね。ちょっとプラズマゾーン使ってみよう。おお、めっちゃいい。おお、めっちゃいい。いいよいいよいいよ、素晴らしい今のところで。この位置は最高、最高なんだけどね、次が最高じゃないのこれ。次むずっ、何これ。よし、なんとかなったか。あかん、はー、やばいこれ。これでいいかな、完璧。危なかったー。まあそんな死活問題ではないけどさ、死活ではないけど、でも嫌なもんね。ちょっと待って、ちょっと激しく左行きすぎたか。あ、でも大丈夫だね。次がちょっとシリアスプロブレムだから気をつけないとね。彼女は逃げないとダメ。あ、痛い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 、ボン倒しちゃいましょう。倒して進もう。私的には悪くないから。次は誰、キスキルリラかって考えると、もう右上を狙うしかないね、せっかく入ってたけど。なぜか失神するっていうね。で次下だよね、左上、どっちだ、下か、下なら大丈夫だ。よし、で、次で仲間2人になってるんで、ちょっとだけでも回復しよう。それ今どうするか、素晴らしい。このプラズマはやっぱ強えな、なんつったっての、いいんじゃない、このプラズマやっぱいいわ、くし形的な。いや、いいよプラズマは。大月教授もねプラズマを信じたから。パワーアップ、ああなるほどね。飛んで回復する、どんぐらい回復するんだろう。めっちゃ回復する、うわわわわ、え、一回触れたら一回回復するわけじゃなくて何回でも回復するんだ、最強やん。マジか、ビビるねそれは。さすがの俺も、さすが俺もビビるわ。これはいい、それが15、6ターンで使えるところ、16ターン？やばくない？めっちゃんこ強いじゃん。痛い、これ結構私だったやつだ。めちゃくちゃ強いな。ビビり果て申したな今ね。え、びっくりするよね。何今、何それ。じゃあこれ頑張ろう、こんな感じ、入れましないでね。よし、完璧でござる。で、そっちかー。あ、やべ、アメチー、痛いよこれは、痛いよそれ、アベチー痛いよ。あ、回復したかった。おー、オッケーオッケー、そんなのよし。何今の、今のはただのラッキー。使いません、まだ使いません。次で左下にドッスンコ、ドッスンコだからもうこれ普通に横回しよう。
くらい踏んでもいいやぐらいのね気持ちになって、よし、これならダメージ受けないでしょ。オッケー、キスキルリーダープラズマ、ズマ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 強っ、プラズマ強すぎんだよ俺。ちょっと待って、オッケーです、まあ待ってて、ちょっと贅沢は言わね、ちょっとでいいから回復したかったんだ。それガテルからのキスキルリーダーも当てて、よっしゃ、あーあとちょっとよー、バーン、ジラフはないのこの前に敵が死んだね。さあそしてそろそろいいとこに来たんじゃない、よしここか、ん、次がマリリンって考えると、まあいいや、次のマリリン下当ててから左上かな、下当ててからの左上ですか、よし、あーはーミスった、ミスタードーナツ、やばいやばいやばい、よいしょ、ここはねボーナスステージですよ、ゆったりたっぷりのんびり旅行けば楽しい、ホテル三日月、立てかしてみよう、あー立てかんしとこう、そう立てかんしてワープのちょっと下ぐらいに行くと嬉しいんだけどね、うっくダメなやつだ、これ横から下がっていこう、それこれ、これなら無難、無難ださーザッチャラチャー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 、さあ来ました、ここまで来ればあとはもう待たい、よいしょ、もう待たいじゃないよその動き、何して消す感じやよ本当に、でもお、これ横から上がってくればいいじゃん、タコも処理できて最高の運び、いいねめっちゃごっつええ感じっていうのはこういうこと言うのかな、それプラズマ、プラズマも発生しつつ、次がカンカンできると、いいじゃん、なかなか今んとこ綺麗な動きだよ、よいしょ、下さえ行かなきゃほとんどないんで、下さえ行かなきゃね、下行ったらおしまいよ、デスステップの影響、よし、そこなら大丈夫だ、地雷の問題が、あ、大丈夫だね、こんぐらいか、あー失神、よしよっしゃー、失神したってことはさすがキスキルリラだよ、失神力高いね、高め系女子だね、オッケー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 、えっもろやん、全然あれだったね、全然失神してくれなかったね、そう、今の悔しいな、今のは悔しい、はっきり言ってこんな悔しいのは久しぶりだぜ、直将もうムカついた、回復します、いざという時はこういうね、キスキルリーダー半端ないもん、回復力爆弾踏むけど大丈夫だ、めっちゃ回復した、ちょっと当てるの下手だな今、またデスステップ来るか、危ないからこうなる、うわー、あ、来なかった、アブネス、これはまさにアブネスラム、よしよしよし、場所はいい、場所はごっつい、失敗しなければね、なんとかなるよ、多分9分も経ってんのこれ、上から入りたい、これね
失敗するんだよ、俺なんかしないで。なんだろうね。うわ、危ねえ。ここで失敗はしたくない。これ縦缶ちょっと右にしよう。それ地雷に対応してないから、キスティブリラーはね、そこちょっと怖い。痛い。左右カンカンカン、ここはカンカンで攻めます。それは無難だから。でもって出るもんって、いいぞいいぞ。おいいぞいいぞ。降りてくる。挟まんのやめて、そこ。何をしてるんだい。怖っ。ちょっと待って、これしかないよ。よし、もうそれしかないよ。怖っ。なになに、デスステップの餌食になりたいの。怖いよそれは。やめなさい。よしよし、2人当たるなこれ多分。最後マリステもついてかない。おお、なにその動き、ファンキー。君はファンキーモンキーベイベー、踊れてるよ。間違えた、おどけてるよだ。いや、めっちゃいい。で、これで剣取る。剣タガム取って、で、このターン倒す。で、誰キスキルリラか。大丈夫大丈夫大丈夫だ、問題ない。よし、いいとこ行った。ってごっつ失神させるね。どんだけ失神させたいんだよ。場所はめちゃくちゃいいと思うんだ。え、これいいんじゃないの。よいしょ、倒して、でワンチャン次も倒せるよねこれ。普通にボンってくるけど、え、ちょっと待って、でも無難に行こう。無難に行きます。この無難さだったら無難座さーと思う。めっちゃいいんだよこれ。でよし、完璧だ。攻撃力下がっちゃってるから、ゴンニンゴン。ゴンニンゴンってなんだっけ、なんか聞いたことあるな。これはでももうなんかいける気がするわ。ゴンニンゴン下行っても上行っても大丈夫。うわ、めっちゃ勝つんだ。めちゃくちゃいいね。いいね、完璧だと思う。いいじゃんいいじゃん、いいじゃん。最後はキスキルリラで決めちゃう。一人ぐらい勝ってもいいのさ。もう待ってな。それでもよし。じゃ決めるよ、みんな。すまないね。すごい回復力とすごい動きを見せてやろう。それ私を放ってストライクする。うわー、すげえ回復力だな。しかしすごいよ。キスキルリラはちょっとあの、なんて、なんとかの祈り、治癒の祈りだっけ、あれは発動しなかったけど、ストライクショット16ターンでこれはもう本当安定できる強力なキャラクターだなって正直思いました。はい、狙ってみる価値はあると思いますよ。15分もね、かかってしまったけどね。まあぜひぜひ皆さん使ってみてください。ということで、以上ギコちゃんでした。バイバイ。